皆さんこんにちは、星空写真家成沢です。先週の部分日食いかがでした？皆さん楽しめましたかね？関東だとどうしても天気が厳しかったので新潟まで行ってきました。天体望遠鏡を設置して撮影をしたんですけども、ちょっと機材トラブルがあって最初の30分ぐらい撮れてなかったんですけども、まあ、なんとか撮ることができました。結果がこういう感じです。まあいろいろあったんですけど、とりあえずまあ撮れてよかったかなという感じですね。で、次の日食10年後ですから、日本国内で皆既日食が見られるのって人生で1回あるかないかみたいな話ですから、皆さん健康に気をつけて、また10年後もですね、日食楽しめるように。10年後って50歳ですね。さて、ここで告知を2つ。ちょっと言うの遅かったんですけど、このフォトコンライフっていうですね、雑誌が発売されてまして、この中にタイムラプスの作り方っていうですね、記事を書かせていただきました。付属の DVD にもマイオプスっていうメーカーのモーションタイムラプススライダーとかを使って、まあ、動画をですね、作りまして、まあ、それを収録させていただきました。ぜひこれ読んでみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。で、2つ目なんですけども、私が愛用しているカニっていうですね、フィルターのメーカーさんがあるんですけども、このカニさんの、写真展がですね、開催されます。カニフィルターさんでフォトコンテストっていうのを開催していて、それの入選作品が基本的には展示されているんですけども、私の写真も1枚展示していただいてます。家具型フィルター、カニさんのフィルターですね、結構気になってる方もすごく参考になるんじゃないかなと。去年の写真展もそうだったんですけども、ものすごく刺激になるので、ぜひ開催期間中に足を運んでいただければなと思います。で、今日はですね、この写真展があるからっていうのもあるんですけども、カニフィルターについてご紹介しようかなと思います。カニさんの YouTube チャンネルぜひ見ていただきたいんですけども、商品の説明動画とか、あと写真家によるですね、実際のその撮影テクニックノウハウのセミナー動画とかを公開されているんですよ。実はですね、私も出させてもらってて、成形写真編とタイムラプス編セミナー担当させてもらってですね、その動画を公開していただいてます。動画はですね、半年ぐらい前に撮影したやつなんですけども、そこからまた私撮影経験いろいろ積んでるので、今日はまあそのセミナー動画にですね、載ってない情報とかもお伝えしたいなと。フィルターって通常こういう円形のレンズ先端に取り付けるフィルターを多分イメージされると思うんですけども、こういうですね、こういう角型フィルターが有名って言っていいのかな、がメインのメーカーだと思います。真ん中だけグラデーション入ってるの分かりますかね、これ。この角型フィルターっていうのが最近すごく流行ってきてるんですよ。で、まあ自分なりになんでかなって考えたんですけど、以前はこういう一眼レフっていうタイプが主流だったじゃないですか。まあ、これはこうファインダーを覗いて撮影をするんですけども、実際こうレンズを通ってきた見たものを実像をこう見るわけですよね。なのでここにフィルターをつけていくと見え方がこっちが暗くなるわけです。オートフォーカスも結構効かなくなっちゃったりしましたし、ピント合わせが暗くてできなかったので、こう外してピント合わせしてまたつけ直すみたいなことやってたんですよね。ただ実際ガラスとかをこう挟むわけですから、ピントの位置も実際ずれるはずなので、本当はつけたままやった方がいいと思ってたんですよ。で、最近はそういう一眼レフじゃなくて、こういうミラーレスっていうタイプになってきたじゃないですか。このミラーレスの恩恵ってすごくて、実際ここのファインダーは実像ではなく、ここの液晶画面に映った像を見るわけですけども、この液晶画面が非常に明るくできているので、フィルターを重ねていってもしっかりと何が映ってるのか見えますし、オートフォーカスも効くんですよね。
ですので、この角型フィルターっていうのの活躍の場が増えてきて、一眼レフ時代の時は角型フィルターってすごく難しかったイメージがあるんですけども、プロとかハイエンドの方じゃなくてもですね、使いやすいような環境にミラーレスのカメラが導入されてからなってきたというように、なんか自分自身は感じてるんですね。カニフィルターさんについてご紹介をしたいと思うんですけども、カニフィルターさんというのは中国のフィルターメーカーで、非常にその品質の高い高品位なフィルターが定評があるというか人気があるフィルターメーカーです。そのコーティングとかガラスの材質からすごくいいものを使っていて、フィルター自体がすごい汚れにくくて、こうさっと拭いてすぐ汚れが落とせる、それから水がついてもこうブロワーでこうバフバフっとですね飛ばすと、その水が、すぐ飛ばせるぐらい撥水性が高いっていうのが、定評があります。私が写真を始めた時のフィルター、角型フィルターっていうのはこういうアダプターリングをですねこうくっつけていって、フィルターホルダーをつけてそこにフィルター、角型フィルターを刺すっていうタイプだったんですけども、フィルターがついてるレンズ、フィルター枠のあるタイプじゃないと使えなかったんですね。で、私がメインに撮影してる成形写真とかでは、デメキンレンズっていうですねレンズが飛び出ていて、フィルターが円形の普通の円形フィルターが取り付けられない円形のフィルター枠がないタイプのレンズを、まあ、私は普段から使用しているんですけども、こういうのには使えなかったんですよ。ただカニさんではこういうデメキンレンズに対しての専用のフィルターホルダーっていうのが発売されているので、こういうデメキンレンズでも使えるようになってます。私持ってるやつだと、まずこのタムロンの1530っていうレンズがあるんですけども、それに合わせてこのタムロンの1530で使えるこういうフィルターホルダー、ここに角型フィルターをこう差し込んでいくような感じですね。それからこれはシグマさんの 14-1.8 っていうレンズなんですけども、これの専用のフィルターホルダー、こういう感じで取り付けができます。ちょっとごつくなりますけど。それから私がこう普段からメインで使っている8-16-2.8 っていうレンズがあるんですよ。でこれの専用ホルダーも出ています。まあ、こういう感じでデメキンレンズに対してもこれですね、これハーフグラデーションフィルターっていうやつですね。こういうフィルターを挿して、でこの角型フィルターを使う目的っていうのは輝度差をなくす、明るさの差をなくすっていうのが一番の、ポイントです。明るいところを抑えて暗いところをもっと明るく撮るというようなことをすることで、全体的に均等な写真、光が均等に行き届いたデータ豊富な写真が撮れるっていうのがこの角型フィルターのメリットになります。でこれに対して、まあ、こう2枚目ですね、フィルターをこういうふうにですね重ね掛けして使うっていうのです。もし仮に、こう縦構図にしたいときはこういうふうな縦構図で撮るときはやっぱこのフィルターホルダーもこう縦にすることができるの で同じようなグラデーションをかけて、縦構図も横構図でも使うことができます。で今度これですね、普通のそのフィルター枠の円形フィルター枠のある、カメラになりますが、カニさんの場合はですねアダプターリングセットみたいなのが出ていて、今使っていたフィルター枠ですけども、こういうふうに2つに分割できるんですよ。でこれのうちこっち側が共通なんですよね。まあ、この筒の円形フィルターに対してもこの枠だけ装着すればこうして同じように使えるっていうのが特徴ですね。こういう専用のレンズに対してデメキンレンズに対しても使えるし、通常のレンズに対しても使えるしという、3種類か4種類かぐらいに分けてこのフィルターのサイズが、発売されてるんですけど、私使ってるのはデメキンレンズに対応できる 150mm っていうフィルターのサイズになります。円形フィルターを使うような、タイプのレンズであれば
ここまで大きくなくて、100ミリっていうですね、もうちょっと小さいサイズのフィルターで十分です。どうしても超広角レンズ、さっきのデメキンレンズみたいな超広角レンズになってくると、このホルダーのですね端が映り込んだりすることがあるので、そういうケラレっていうんですけど、ケラレを防止するためにこう、超広角レンズではこういう大きいタイプ 150mm 以上のものを使うっていうようなシステムになっています。やっぱレンズは結構いいレンズを使ってるわけですよ。まあ、どうして自分がこの角型フィルターに興味を持ったかっていうお話をしたいと思います。基本的に、私フィルターってそんな使わない派だったんですよ。というのも天体撮影やってる方は分かると思うんですけども、レンズ1枚入るだけで、いかに像が劣化するかっていうのをすごいシビアに捉えて撮影するのが天体写真、星の写真なんですね。プロテクターもつけないですし、まあ、その分メンテナンスとか、気を使わなきゃいけないんですけども、そのままノーフィルターで撮影をするっていうのが基本的な、まあ撮影スタイルというか考え方だったんですよね。最初は星だけを撮影していたんですけども、タイムラプスを撮影するようになってから、それから動画ですねを撮るようになってから、こう撮影する時間帯がどんどん広くなってきました。夜だけじゃなくて昼間も撮影するようになってきました。その中でですね、基本的にタイムラプスの撮影するときはこう日の出日の入り、太陽を正面に向けて、まあ、逆光で撮るっていうのが、場面として多かったんですよ。ですから逆光になった時のゴーストとかフレアとかが発生しないフィルターっていうのが大前提だったんですね。でなおかつ、シャッタースピードをこう遅くしたりとか、それこそ日の出日の入りの時間帯だと空が明るいけども地面が暗いとか、そういう状況になってくるので、空だけを暗くしてタイムラプスを撮る必要が出てきたというような感じですね。ですので、まあ、家具型の ND フィルター使わなきゃ、自分の撮りたいものが撮れないなっていう中で、じゃあどのフィルターメーカーにしようと思ったんですけども、だいたいこういう星向けのデメキンレンズっていうのはで、まあ20万前後、まあ、15万から20万ぐらいするのかなのものがほとんどなので、そういういいレンズ使ってるのにフィルターが良くないがために像が劣化するっていうのはどうしても許せなかったので、やっぱフィルターはちょっとねこだわりたかったんですよ。安物買いの銭失いのタイプなんですけど、フィルターだけを最初から高いの買おうと思ったんですよね。でいろいろ高品質な角型フィルターを探してた時にカニフィルターの存在を知りました。でインターネットで検索をするとですね、もうすでに使用されているユーザーさんがいて、やっぱりすごくいい書き込みをされていたんですね。口コミの評価が高かったっていうことと、カニさんは実はその一般的なお店では売っていないフィルターメーカーさんなんですよ。カニさんの、ホームページからのダイレクトショッピングか Amazon の、2パターンでしか購入ができないんですけども、まあ、どういうものなのかなと直接メーカーさんに連絡を取ったところですね、わからないこといろいろ対応してくれたんですね。販売しているお店は少ないんですけども、そういった、まあ、なんていうか顔の見える商売っていうんですかね、ユーザー目線の対応をしていたのがすごく印象に残って、あ、これは信頼できるメーカーだなと思ってですね、フィルターをカニさんのフィルターを使うっていうことに決めたというようなのが私の購入の経緯ですね。専用のフィルターホルダー、自分が使いたいレンズに対してのフィルターホルダーが出ていた。それから、フィルターの種類がすごく豊富だったんですね。だんだんと濃度が ND フィルターの濃度が高くなるものから、最初からスパッと高くなってだんだん緩くなっていくとか、まあ、そういう、いくつかのパターンの ND フィルターがあったり、あと真ん中だけねかかっている、そういうタイプがあったりとか、光害カットフィルター LPRF、 天体撮影で赤い星雲だけをこう映す R640 っていうですね、今あんまり扱ってくれてるメーカーさんいないんですけど、自分のあらゆるその撮影スタイル、撮影場面に合ったフィルターを作っているなという商品のその豊富さですね。とりあえず結論としては、良いレンズには良いフィルターを使いたいということで、自分が今撮っている画質のクオリティをフィルターで落とすっていうことはしたくなかったんですね。フィルターを必ず使わなきゃいけないっていう中で、フィルターによる画質の損失っていうのは基本的にはゼロにしたかったっていうことで、カニフィルターを選びました。ここからはちょっと私の作例をですね見せながら、裏技的なこともこんな使い方できるよっていうのもお見せしたいなと思います。